本日始まりました。ムチチャンネルです。2023年度第3回の英検準1級の語彙問題見ていきたいと思います。さあ、どうだったでしょうか？受けた皆さん、今回もデタタンさんのですね、データに基づいて分析していきたいと思います。まあ、率直な感想を言うと、いつもより語彙問題は優しめだったかなと思うんですけど、まあこれがね、最後の25問形式ですから、24年度第1回からは問題数が削減されますからね。はい。さあ、どうだったのか。でもやっぱりちょっと見たことはないな、これは、みたいなのもあったんじゃないかなと思いますね。コロケーションの部分ですね。この語とこの語が一緒に使われてこんな意味になるっていうのは分かんない人もいたんじゃないかなというのが感想です。はい。で、たたんにはですね、今までにどれだけ出題されたっていうデータもありますので、まあそちらも見ながら見ていきたいと思います。はい。まず最初がエミットですね。エミットは2回出題されて2回とも正解ですので、はい。今のところ 100% の確率で正解になってます。で、E が外、ミットが送るなんでね、外にこう放出するっていう意味なんですけども、いろんなね、ガスを放出するとか、そういった文脈で出てくることがあります。これも一級でも登場したことがある単語になりますね。で、受けた方はね、正解の選択肢だけじゃなくて、ちゃんと他の引っ掛けの選択肢たちもちゃんと見といてください。それらもみんな過去に出題されてますからね。で、続いて2個目が devastated ですね。はい、devastated っていう受け身の形だったと思うんですが、4回出題されて、はい、4回、毎回正解です。はい、そんなに devastated 大事なんだね。まあ、大学受験の総計クラスとかでは大事だって言うんですけど、まあ何かこうね、破壊されるとかさ、挫折させられるとかさ、受け身の形で使うことが非常に多いですね。もうダメだみたいなね、人間の時とかも、人が死後の時とかも、わーみたいな時に生えてたりしますね。まあよく見かける。続いてが、アゴナイズですね。はい、苦しむやつですけど、まあ、アゴニー、苦痛とかっていう名詞で使うことも結構多くて、2回目の出題で初めての正解ですね。後ろにオーバー取ってましたね。それで苦しむみたいな感じでなってましたね。続いて、アメニティ。はい、6回目の出題で3回正解になっておりますので 50% の確率ですけど、アメニティって結構日本語、まあ今回はホテルのアメニティっていうものだったんですけど、日本だとホテルのアメニティってなんか持って帰れるちっこいものだとね、いうイメージがあるんですけど、アメニティって別にね、今回プールも例として出てたと思うんですけど、そうです、プールとかさ、テレビとかさ、別に家に持って帰れないやつだってアメニティですからね。だから日本語のアメニティとはずれますので覚えておいてください。アミナティって発音する人もいるかな。次、インサイト。知識とか、見識って僕はよく訳すんですけども、本とかで書くときは、イントゥーとよく問われて、トイックでも結構出題されるやつなんですが、今回の英検準1級でも、インサイト、イントゥーの形ですね、を取って出てました。だから今回、コロケーションね、かなり重要なものが多いな、というふうに思いましたね。続いて、イントゥーですね。このイン、中にこう入っていくわけなんですけど、立ち入るみたいなやつで、イントゥー取ったりとか、まあ、侵入するとかでね、今回、オン取ってましたね。イントゥードオンっていう形で出題されてましたね。そうなんですよ。これね、他動詞っぽく聞こえる動詞なんだけど自動詞だよっていうキャラクターです。 intrusion なんていう風に名詞で出てくることもよくありますね。で、立ち入る人 intruder とかっていうのでも使われます。イントルードは5回目の出題で2回正解になってますね。続いて、アフターマスね。はい。まあ、新聞見てるとよく出てくる単語ですね。余波とかね、影響みたいなね。アフターなんで、その後に来るっていうので覚えやすいですが、これはね、初めての出題で初めての正解です。続いて、リッチですね。この山の背の部分とかってよく訳されるやつなんですよね。2回目の出題で初めての正解選択肢になってます。マウンテンリッジっていう形で出てたと思うんですよね。山稜とかって訳されるんですけどね。難しい日本語です。なんか日本語よりも英語で覚えてる単語ですね、これは。続いて、ドラウジーですね。はい、眠たくなっちゃうってやつですね。これも日常よく使う表現ですね。4回目の出題で初めての正解になっております。続いて、ディスクリートですね。はい、慎重なとかね。あと、ま、口が硬いとかさ、そういう時使われるよね。5回目の出題で初めての正解。あ、初めてなんだ。今回はなんかホテルで働いてる人たちが口が硬いからメディアに言わないみたいな、そんな内容じゃなかったでしたっけ、確かね。続いて、グリンプス。まあこれは基本的な表現ですね。はい、ちゃんと知っておかないといけません。チラリと見ることですね。今回名詞だったでね。4回目の出題で3回正解になっています。まあこれは基礎表現なんでね、ぜひとも知っておきたいね。次、コンペンセーションですね。まあこれも基礎表現かな。5回目の出題で3回正解。まあ埋め合わせるっていうので、ね、コンペンセートっていうのがありますから、はい、名詞で埋め合わせ。フライトがキャンセルされてその埋め合わせのお金をゲットしたっていう、そういう話でしたね。続いて、ジャスティファイ。まあ、正当化するってやつですけど、あ、3回目の出題で初めて正解になったんですね。なるほど。まあ、これも、ジャストがついてるしね。ジャスティスって言うんでね。はい。基本的な表現だと思います。あ、次は、面白かったよね。リーンですね。はい。3回目の出題で初めての正解選択肢と。いわゆる、傾くではなくて、痩せ細るっていう形容詞のリーンってあるんですね。で、これも見かけることは見かけるんですけど、今回、リーンミートなんだよね。そう。赤身の肉だよね。脂肪とかがくっついてないっていうので、
これで出たので、あ、面白いなって思いましたね。はい、続いて、オーファン、孤児のことですね。オーファネッジ、孤児院とかっていうのでも使われたりしますよね。2回目の出題で初めての正解選択肢になってます。で、次は、あ、implicate。はい、重要単語ですね。これね、4回目の出題で2回正解になっておりますが、implicate、oneself in の形で出てましたね。それに関わる。っていうやつですね。犯罪に関わるっていう文脈で出てたと思うんですけど、まあだから受け身で be implicated in なんていう形で使われることもあるやつですね。だから being involved in とかね、そういった意味になるやつですけど、まあいわゆるほら imply でだからほのめかすっていうね、方の意味もあるんです。implicate ってね。今回は関わる側で出てました。で、implication とかね、含意とかさ、影響とかね、かなり重要な単語です。難関大では。次は overdue。期限が過ぎちゃうってやつね。はい。due っていうのがそういう風に期限っていうのがね、あるんで、due date とかね。締め切り日ですよね。その期限の意味があるので、それを知ってれば、まあ過ぎちゃってるんだな、期限に遅れちゃってるものなんだなっていうので分かると思います。本借りるやつでしたね。はい、4回目の出場で4回正解ですから、これ毎回正解になってる。よく出る単語なんですよ、こいつ。続いて、mutual ですね。はい、相互のとか、お互いのと言われるやつです。mutual understanding とかね、互いのね、お互いにこう理解してることとか、今回 mutual decision ですね。お互いがこうしようっていうふうに決めるってやつです。今回はカップルがね、別れようっていう話でしたね。5回目の出場で2回正解。次は、ピアス、こう突き抜けるってですね。まあピアスでおなじみですけど、貫くっていうやつです。フォークでね、なんか皮をズバってやっちゃったみたいなね、ちょっと怖い文でしたけどね。6回目の出題で、あ、初めてなんだ。へえ。結構たくさん出てたけど、正解にはなってなかったわけですね。続いてヒープ。はいはいはい。この積み上げたこの束みたいになってるやつでね、このね、山になってるやつね。それをヒープって言いますね。3回目の出題で2回正解。だからこれも知らない人は結構いるんじゃないかなと思いましたけど、まあ日常使う表現ですね。今回は木の枝か。枝をこう重ねてこうね、山にしてるって話だったと思います。次が面白かった。プルラル。複数のってやつです。で、複数形っていうので、複数形の S っていう文脈で出てましたね。面白って思った。複数形の S を説明してました。3回目の出題で初めての正解。そうです。はい、ここからが、熟語ですね。やっぱ熟語が厄介って人多かったと思うんですけど、今回はそれでも、まあ今までよりは簡単め、あとは分かんなくても推測できる意味を他の消去法でやってこれだろうっていう風にできるかなと思いました。最初がダイアウェイ、こう徐々になくなっていくっていうので、ほらダイだから想像しやすいですよね。だから音とか光が、今回音だったよね、確かね。それがなくなってったよってやつです。ダイアウェイは初めての出場じゃない、初めての出題で初めての正解です。ピンダウンですね。あ、まあこれは僕が使うことがある表現ですね。ね、新聞で出ることが多いかな。こう突き止めるとか、それことを正確に知るみたいなので何度も見てる表現ですね。だからなんかピンでほらここってやるイメージですね。3回出題されていて初めての正解ですね。次が measure up ですね。で、これ後ろに to 取ってて measure up to っていう形で、その基準に合うというか基準を満たすみたいな、ここの基準にちゃんと達してますよみたいな、ほら live up to とかね、似たようなのあると思うんですけど、それと似てますね。今回 standards っていう後ろに基準が来てたんで、まあなんか測るメジャーかなっていうので分かりやすかったんじゃないかなと思います。だから正解を知らなかった人でも選べたんじゃないかなとちょっと思います。3回目の出題で3回正解、もう毎回正解じゃないですか。最後は drawback ですね。はい。初めての出題で初めての正解。まあ、ただ back がついて、まあ、尻込みするってやつなんで、まあ、分かったかな。文脈的にこれじゃないかな。ショックで尻込みしちゃったみたいな話でしたもんね。どうだったでしょうか？受けた皆さん、ぜひともね、感想をお聞かせください。では、出た単順位級やってみましょう。今回はじゃあ、形容詞いってみましょうかね。面白かったんで、今回なかなか、こんな形容詞出題されるんだな、みたいなのが出てたんで。tranquil。tranquil、静かな。Vulnerable 傷つきやすい。 Redundant は多いやつ、余分。 Spontaneous っていうのは自然発生的なんです。これね、自発的なって覚えてる人多いですけど、そうじゃなくて自然と起こると覚えてた方がいいですね。 Fragile 壊れやすい。で、さまざまなね、検索ができるっていうのがすごいいいんですよね、これね。この D ボタンを押すとデータで過去に出題が何回あって正解何回なってて何年の第何回に出題されたっていうのも見えるんですよ。これ90年代もありますよ。このね、辞書だったらいろんなものに飛びますから、 Google イメージとかね、はい、様々なものにね、エティモナイもありますからね、語源も調べられる。例えば僕だったらね、物書き道に辞書入れてるんで押せば Tranquil ですね。こうやって今ジーニアス A は大事点が映ってますけど、はい、こういったところに飛んで見ることができますね。このやっぱジャンプ機能がめちゃめちゃ便利で、さらにはこのね、ユーグリッシュが好きなんですね、僕はね。このね、動画飛んでくれるんですよ、 YouTube の。そこでどういう風に使われてるかが見れる、動画で。 And I'm just so grateful and honored to know them. Whenever I get to see them, I feel so grounded
and tranquil. 落ち着いた感じになるってことですね。 Makes for a tranquil place from the hustle and bustle of the city. Tranquil place ですか、こう落ち着いてるっていう感じなんだなって思いますね。まあ、まさに hustle and bustle っていうのがね、こう賑わってるですから、それの逆であるっていうのがわかるし、はい、こういうふうにね、さまざまなものに飛んで勉強できたりしますので、ぜひともデータタウンですね、ダウンロードして使ってみてください。はい、概要欄に貼ってありますので、受験された皆様お疲れ様でした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.